あいつの女の壁は大きく分けて2つ。広範囲に広がる装具とあいつの近くにまとわりつく王玉。性質が全く違う2つのオーラ、これを乗り切るためのポイントは、遭遇を攻略して即座に王玉に変わる瞬間でロスなく攻略。もう一つは王玉を攻略後におそらく別オーラを放つから、そのオーラの攻略、これが一番難しい。正面突破か、相変わらず分かりやすく単純な作戦だ。この場合攻略より妨害の方が有利だというのに。やっぱり感づいたか、真正面はもう無理なら。空中とは狙ってくれと言っているようなものだな。さあ狙え、好きなだけ俺を撃ち落とせ。読めた、そっちが誘ってくるなら私も誘い返そう。さあ、来い、遭遇を消したことで境界線は見せなくし、オーラの攻略も難航させてやったぞ。少しでも近づけば即、遭遇でコッパみじんにしてやる。すごいな、一瞬の気配や意識で俺のやりたいことを先読みしてきやがる。相当頭の切れるやつだな。ハイリスクハイリターンだ、手足ちぎれる覚悟はできた。相手に強行突破か、飛行停止も甚だしいな。捨て身の特攻は主様のお箱、私は侮らない。落とそうとするのではなく、ギリギリで回避に徹する。特攻相手に向きになったら私が不利になりかねないからな。マジ？俺が確認したのか分かって全部解除した？何を？やはり怖くないな。何も攻略させずにここまで来させたらただの近距離戦だ。何も動揺しないし、何も失わない、故に怖くない。こいつ、どこまで冷静なんだよ。考え方の違いだ。私は別に短期決着を望んでいない。地道に一つずつ、確実な将棋歩む。さっきまで自分で砦を崩していたのに、不必要となれば自ら壊した。俺の能力が有用じゃないぞ。最初からずっとだ。俺の流れが作れない。苦労としても全部読んで俺の流れをぶったげきてくる。あいつは焦ってすぎていない。多分自分自身のペースが乱れる前にこうやって俺に休みを与えるリスクも考慮して自分自身も休んでいるんだ。多少主様を休ませても体力が限界復するわけでも、傷が癒えるわけでもない。蓄積される。だから焦ってわざわざ自分自身にリスクをかける必要もなし。次は動けないぞ。重攻か立攻、風攻の奇襲は体力面がきつい状況でも無理やり攻めるという可能性があるが、片隅に置いていれば恐怖ではない。そしてこの距離感、どう動いてもしっかり対処でき、そして阻止できるベストポジション。無限の私はまだまだ全体的に余裕だ。どうする、主様？風砲で奇襲を仕掛けたら移動を狙えるか。でもそこまでリスクをかける必要性はあるのか。まだリスクをかけるにしては俺と相手の状況が違いすぎるだろ。そ、ごちゃごちゃと、相手の息が整ったら俺の敗北は確実。それまでに対処法を見つけないといけないっていうのに。相手の許容範囲を超える。でもそれは無限の究極系と呼ばれる相手に可能なのか。そもそもなんでこいつが一番難易度が低い。俺的には緑の方が簡単に感じたくらいなのに。本来の俺なら勝てる戦いだからだ。なら今の俺は本来通りの戦い方が全然できてない。相手の行動や思考に気を取られすぎて自分らしさを全然出せてないってことか。わかってんだよ。ネタ、目を酷使した反動だ。だから俺は目を使わない形でいつも通りを取り戻すしかない。WCDT の予選、俺は目を使わない戦い方を身につけた。そうだ、目は俺にとって最大の長所であり短所だ。だからもう一つの長所であるオーラを磨いてきたんじゃないか。そう、俺は目とオーラの二大巨頭。能力はまだちょっと苦手だけど十分な武器だ。オーラという長所をアシストする方向性で能力を活かせ。オーラの全神経集中か、悪くない選択だ。だけどだからといって策略や知能が上がるわけでも、体力や傷が治るわけでもない。ペイントが付きにくいかもしれないが、このタイミングで私がわざわざペイントを挟まなくても、ただ追い込めば主様は苦しむ。遅かったな。開始数分、これ以上の戦闘は野良の確実な勝利を意味する。あとは時間や体力的にも最後の攻撃を野良にぶつける。成功すれば里の土壌に入り勝利の可能性が生まれ、失敗すれば敗北、勝敗の分かれ目を決める行動。先に動いたのは公平、公平、公平、無駄の恐怖、一点集中の極意、一本。その勢いのあるリズム、まずはそれを崩す。遭遇、戸惑いの時間があるだけ突進の効果は落ちる。私のところまでその勢い、持ってこれるかな。嵐のようなオーラの渦、多方向に乱れるようなオーラ。 100% の答えなんて必要ない。 70% でも抑制できればいい。勢いを止めんな。なら私は主様の策をもらいますよ。逃げるというのはこういう時に使うんですよ。相手が意地でも自分を捕まえようとしている時こそね。ずっと遭遇の中にいるといい。そうだ、この状況にアクセントを加えよう。
装具、宝玉、攻略されていない技は最後まで使える。その場で無理して使うものじゃない。一つ学んだね。俺を撃ち落とした程度で終わったと思い上がるなよ。影砲、銃砲、弾砲、グラビティホール。強い重力で私を引き寄せるつもりか。でも初めて見る使い方だ。いつ覚えた？とっさなら能力に集中しているはず。オーラは多少意識体に向いている。待て、今主様は一砲ではなく銃砲って言ったか？グラビティホールは銃砲と弾砲の合わせ技だ。影砲の使い方なんてまだそんなに知らない。そう、影を使って移動するとか簡単な使い道しかまだわかんねえっつーの。うわぁ、引き付けたのに。影砲を相手他の能力と同時に発動すること、それを相手に伝えることで影砲への意識をそらした。そして発動したこのグラビティホール、重力を増やすことで落下ダメージを加算、からの身動きを遅らせる自律型重力装置。一瞬の油断でここまで。あなたは本当に本当に全然私と似てないな。何よりもそこが一番悔しいよ。今は似てないかもしれない、けどいつかお前の戦い方すらも吸収して強くなってやるよ。力がないと自分の望む未来すらも歩めないらしいからな。勝ったぞ、これで2勝2敗。どうだ、これで条件は整えたぞ。思ったより早く帰ってきたってことは、野良は主様に流れを奪われてしまったのね。原型と呼ばれる彼女が油断も抜けもあるはずがない。ずっと臨戦態勢のままでは体も休まらないでしょう。横になってください。治療します。ちょっとは驚けよ。最初あれだけボロ負けした俺が勝ってるんだぞ。緑への勝利には驚きました。ですが、キは私の見立てでは 70% は勝てる見込みでした。驚くことはありませんね。むしろここからが大変ですよ。順番通りに行けば A ランク。勝率は私の想定では約 30% から 10%。油断しているとすぐに敗北が続きますよ。最大で 30% もあるんだぞ。十分な勝率だ。次は大々の扉に入る。オーラをしっかりと巡らせたおかげか、慣れたかは知らないけど目の調子もマシになった。余計なお世話かもしれませんが、策はあるのですか？そんなに急いで。あるよ。緑の部屋と木の部屋で俺は一度自分の成長を見直した。そして気づいたんだ。フェイントとは違う。相手を根本的に騙す布石、嘘、が俺の成長のヒントになるんじゃないかって。そして緑の部屋でとっさに出たね。きっとあの目と嘘を合わせることでもっと驚異的な成長ができる気がするんだ。この部屋には理想の究極系がいます。予想される戦い方ですが、正直私でも把握できません。オールマイティ、基本的に何でもできると思っていてください。運が良ければ簡単に勝てるかもしれません。ですが運が悪ければ今回の試練の中で最高難易度まで跳ね上がる可能性がある。臨機応変に柔軟な対応が求められます。つまりいつも通りだろ。もう5戦目、さすがの俺も安易な期待なんてしていないさ。ギリギリまで追い込まれてでも勝つ。今の俺にはそれしかない。そういう意味で言ったんじゃないですよ。本当に不明瞭なんです。気分屋だから。一番何がある子、やる気次第では1オーラ分でも世界を壊すよ。彼女は魔法をあらわら。あらあら、これはこれは、手加減宣言させてしっかり負けちゃった野良玉のご機関で司会の大わらわら。ノーノー、本気で負けるってどんな気分？パトの弱点。って言ってたのに攻略されてどんな気分でっかーわらわら。なんで私は無限なの？なんで主様は私に似てくれないの？こんなにも自分を律してるのに。最後の攻撃、寝ると重なって見えた。寝るばっかりずるいよ。あら、野良、帰ってきてたの。どうだった？勝てた？負けた？お前がもっと野良に役割与えてやらないからこうなったんだぞー。何の話よ、私関係ないわよ。大体みんな自由にやってるくせに。はあ、自由、それでも野良のお姉ちゃんか。お前は、ちょっとは野良の面倒を見てやれよ。かわいそうだろ。その口が言うか、寝るだって我先にって感じだったくせに、私のせいにしないでよ。お前は最高責任者だろ。時間があるなら主様に栄養ぐらいしてこいよ。だから野良がああなってだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。